朝鮮大学校は東京都小平市に本部を置く各種学校。略称は朝大である。大韓民国欧州市にある同盟の朝鮮大学校、同じ英文名コリアユニバーシティを使う韓国、ソウル市の高麗大学校とは無関係である。日本における朝鮮学校の最高教育機関に位置づけられるが、文部科学省から大学としての認可を受けておらず、 文部科学省以外の省庁が管轄する省庁大学校にも該当しないため、法律上は私立学校法が定める各種学校として存立している。学校の設置者は学校法人東京朝鮮学園である。第二次世界大戦後の開学から60年以上の歴史を有し、様々な組織改編を経て、現在は4年生8学部に在学生が学んでいる。 開校科目は基本的に朝鮮語で進められるが日本人教員も多く採用しており日本語の講義科目も多い在学生の大半が朝鮮高級学校の出身者であるが一部日本の高校卒業生や高人合格者も在籍する朝鮮学校出身者以外の生徒は変異違反と呼ばれるグループに入り朝鮮語の習得などを行っている生徒には 韓国籍、日本国籍の者も,のも在籍している。卒業生の進路は、朝鮮総貫職員、朝鮮学校教員などのほか、在日同胞企業などへの就職が多い。一方で他大学の学部、大学院進学者もおり、国内の大半の私立大学と一部を除く、国公立大学は、同校卒業生に、大学院受験資格の門戸を開いている。 また国税庁は、朝鮮大学校が学校教育法上の各種学校に該当する理由から税理士試験受験資格を認めてこなかったが2005年から朝鮮大学校の学生に受験資格を認めている。朝鮮大学校の出願資格は、朝鮮高級学校卒業もしくは見込みのもの、または日本の高等学校を卒業もしくは見込みで、朝鮮人の子孫であることである。 なお、校舎の場合は、朝鮮総連の紹介状を、出願書類に同封する必要がある。試験科目は、朝鮮学校出身者は朝鮮語、英語、数学、社会、小論文、面接が必須で、文系なら、朝鮮史と地理の選択、理系なら、物理、科学、生物の選択となる。実技系学部では、実技試験を課す。 日本の高校出身者は朝鮮語の代わりに日本語、朝鮮史の代わりに世界史を課す。朝鮮大学校は全寮制であり、東京都小平市小川町一の702キャンパスを有している。人文科学、社会科学、自然科学3分野の各学部が存在する。周辺は文教地区となっており、敷地は武蔵野美術大学と隣接している。 またすぐ近くに、白梅学園大学、創価中学校、高等学校、東京都立小平西高等学校がある。最寄り駅は、西部灰島線東山都市駅、西部国分寺線高の大駅である、大韓民国の保守派に近い論調を取る、産経新聞、統一日報を中心に、朝鮮大学校に対する批判が、下記の通り行われている。 運営には在日本朝鮮人総連合会や朝鮮民主主義人民共和国当局から支援、指導を受けている。見学時に資金提供を受けて以降、北朝鮮本国との協力関係は非常に強く、見学長である、朝兵隊は朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議大議員に選出されている。統一日報は、 朝鮮大学校は朝鮮労働党が指導する国立大学であり、朝鮮労働党の規範と指示に服従すること、全校生が、寮生活、在日本朝鮮青年同盟所属義務付けている。2015年度卒業生には、朝鮮総連が、深度指導協議会を通じて、約30人を朝を、約50人を、朝鮮学校教員などのように卒業生の9割を、卒業生を、 強制的に、朝僧連関連の組織に就職させたと報じている。高長用元労働党秘書と一緒に亡命した、近日政大学の教務部で15年間勤務していた、元朝鮮労働党資料研究室の副室長、金則博の回顧録、私は自由主義者だの記述から、朝鮮大学校卒業後の強制職場配置は、自由社会の日本に、朝鮮労働党の制度をそのまま移植したものと、 比較して主張している。開学から今に至るまで、進歩的文化人の支援を受けて、在日コリアンに北朝鮮を支持するように、金一族を狩領として、独裁体制に一生涯服従するように、主体思想などの洗脳教育を教え込んでいる。さらに、日本で在日コリアンと日本人への洗脳と束縛の維持を担当する朝鮮総連の幹部要請。 朝鮮総連参加の在日本朝鮮人科学技術協会で北朝鮮の兵器開発に必要な技術者の育成を目的としている。近一族への忠誠を誓う在日本朝鮮青年同盟への加入を義務付けてきたためミサイルによる軍事的挑発を繰り返す北朝鮮への猛獣への拒絶から在日コリアンの主流からは見放された。一部の北朝鮮を猛獣する。 在日民族主義者以外の入学者も減ったため、生徒数は激減傾向にある。朝鮮大学校を日本で金正恩体制を支持する思想教育機関となっていると産経新聞は主張する。2016年7月下旬に朝鮮大学校学長の長兵隊は在日本朝鮮人総連合会幹部会議に出席し、 朝鮮総連議長の巨マンによる米国の孤立圧殺を展開中だ。金正恩元帥様を最高尊厳として衰退し、民族教育事業の革新を引き起こすため、総決起しろという指示を大学の幹部会議を通じて在校生に伝達している。同年9月には、同年5月に日米壊滅を目指す手紙を北朝鮮の金正恩に送っていたことが判明している。 2016年創立60周年記念行事において発せられた金正恩を称える中西文において大学内で米日帝国主義を壊滅できる力をより一層徹底的に整えると日米的市教育の積極的推進が述べられている朝鮮総連幹部を輩出する政治経済学部と朝鮮初級学校の校長を育成する教育学部に在籍する生徒は 北朝鮮へ渡航して北朝鮮当局管理の訓練所で3ヶ月以上生活し金一族を深刻化した革命士や朝鮮労働党の方針をみっちりと叩き込まれることで思想教育の総仕上げを本国で行う研修が義務、続けられている。2016年8月に教育学部など産学部約60人の生徒を短期研修として 北朝鮮に派遣していることについて、産経新聞によると、金委員長に対する崇拝の念を、北朝鮮当局からの指導を通じて、醸成させることが目的とみられる。としている。2016年2月に、朝鮮大学校元副学部長である僕在君容疑者が、詐欺容疑で逮捕された。同容疑者は、北朝鮮の対外情報機関、225局の指示を受け、 政治工作に関与していたことが分かった。警視庁公安部は、木材君が日本の活動拠点責任者として、対岸工作の指示役を担っていたとみて、詐欺容疑で逮捕。公安部の調べでは、在日朝鮮人の立場を利用し、活動が容易な日本の朝鮮大学校を中継地として、韓国政界の情報収集のほか、工作員の獲得やデモ運動、 反政府運動の取り組みを指示。工作員には数百万円を支援し、暗号化したメールなどを通して指示や報告を行っていたとしている。ありがとうございます。